メンズノンノは日本の出版社、集英社が発行する男性向けファッション雑誌。1986年5月9日に女性ファッション誌、ノンノの男性版として創刊。通称、メンノンなど、月刊誌で毎月10日発売。風間徹、安倍博士が創刊当時の代表的なモデルであった。1990年代以降は木村拓也なども、 読者のファッションアイコンとして認識されている。掲載されているブランドはデザイナーズ系が中心。また、モード界の最新トレンド、ミラノパリその他、コレクションショーに関する記事も見られる。2009年5月10日に20周年記念イベントが行われ、歴代のモデルが多数集まった。安倍博士が総刊号から43号まで連続で表紙を、 飾った世界で最も同じ雑誌の表紙を連続して飾った人物としてギネスブックに掲載されている。現在は人気俳優やミュージシャンなどが表紙を飾っている。女性が単独で表紙を飾ったのは2007年9月号のリア・ディゾンだけである。その後、単独ではないが女性では2008年2月号で宮崎葵が 岡田純一と共に、2008年8月号で、青優が、森山未来と共に、また2012年12月号で、本田翼、坂口健太郎が表紙を飾っている。人間以外では、1991年6月号で、シベリアンハスキーが、また、漫画の登場人物では初めて2010年1月号に、モンキーディ・ルフィが表紙を飾った。ルフィは、 その後も2011年3月号でワンピースの単行本発行部数2億冊突破記念キャンペーンに関連して木村拓也と共に再び表紙を飾った。創刊以来毎年オーディションが行われており、プロアマ問わず紙面で毎年5月号から7月号で一般募集される。応募者数は年によって異なるが1000人から3000人以上もの応募がある。 オーディションでグランプリに選ばれ、メンズノンのモデルになると、一年専属契約を結び、市面に登場する。他のモデルとは違い、契約期間中は、メンズノンの以外の仕事は、基本的にできない。主な専属モデル出身者には、俳優の田辺誠一、勝哲也、東出正大、坂口健太郎やミュージシャンのマーク・パンサー。 現在もメンズノンノやファッション誌でモデルとして活躍した柳俊太郎、成田亮、清原翔、宮沢秀夫などがいる。は在籍中。1980年代、1990年代、2000年代。ありがとうございます。